こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンプレミアリーグ第11節エバートン対トッテナムホットスパーの、総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはですね、今紹介した試合の、大きなネタバレを含むラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しください。はい、では早速始めていきます。エバートンのホームグディソンパークで試合は行われております。エバートンはラファエル・ベニテスのもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーピックフォード、右のサイドバックにコールマンが入り、センターバックはマイケル・キーンとゴッドフレイのコンビです。ゴッドフレイ僕大好きです。で、左のサイドバックディニューが入り、ダブルブランチはアランとデルフのコンビですね。で、右にタウンゼント、トップ下グレイ、左ゴードンが入り、ワントップリシャルリソンというような形です。で、スパーズは、新しく就任したコンテのもと、プレミアリーグ最初の指揮かな、スパーズの指揮官としてね。で、3-4-3のシステムです。ゴールキーパーロリス、センターバックはロメロ、ダイヤ、デイビスのコンビです。で、右のウィングバックにエメルソン、左のウィングバックにレギロンが入り、ダブルブランチ、という形でホイビアとスキップが入ります。で、シャドウのような形で、ルーカス・モーラとソン・フンミンが入り、ハリケインのワントップというような形です。前後半、紹介していくっていう話いつもしてるんですけど、まず結果から言いますと、スコアレスドロー0対0で試合は終了しました。なので得点シーンはないんで、チャンスシーンだったりとか紹介しようかなと思ったんですけど、基本的に、どういった流れで試合が行われたかっていうのは、軽くざっと話せばいいかなと思ってるんで、基本的にはお互いがどちらかといえばこう立ち直る時期に来てる両チームなので、前向きに、来ることは、試合前から分かっていました。特に前半の初めに関してはエバートンが、前からプレスをかけたりして、ホームでもありますし、勝ち星、勝ち点3を、本気で取りに行こうという、選手たちと、ベニテスの思惑っていうのは、しっかりと見えていました。試合開始からね。で、スパーズに関しては、基本的に、バックライン、特に3バックプラス、ウィングバックが降りたりして、基本的にしっかりと守備ブロックを組む中、ハリー・ケインを使ったりとかしながら、ウィングバックが高めを取ったり して攻撃の時とかね、ウィングバックが高めの位置を取って攻撃するってなったら、基本的にはもうそのタイミングでクロス上げて、中のハリー・ケインだったりソン・フンミンだったりとかね、こういった選手に絡ませよう、当てようっていう狙いはやっぱ見えてましたし、でハリケーンがトップ下というかね、トップから降りてきた時に、ハリケーンにボールを当てたりした時に、ちょっと後でも話すんですけど、ちょっとこう問題が見えたりはしてたので、なかなかこう、チームとしてヌーノの時は特に最後の方は本当にもう個人個人がサッカーやってるような、サッカーしてたんですけど、ちょっとこう若干線でつながったかなと。まだまだ課題はね、まだ就任して2試合ですから、カンファレンスリーグのフィテッセ戦かな、指揮して、で今回のエバートン戦指揮してるぐらいなんでね、コンテもなんで若干戦でつながったぐらいなんで、もちろん課題はね、この2試合1試合でどうにかできる監督なんて世の中いないですから、なかなか難しい中の就任、特に途中就任なんで難しいとは思うんですけど、その中でもこうちょっとチームになりつつある、その始めというか、チームの始まりみたいなものはしっかり見えてたので、苦しい、なかなかこう自分たちの思惑通りに試合は行うことはやっぱ相手もプロで上手い選手ですから難しかったと思うんですけど、でも狙いとかをしっかりと出しながら、フットボールしていたという印象です。はい、では各チームの話に行くんですけれども、まずエバートン、ホームのエバートンの方から行くと、基本的に守備陣は 4-1-4-1 でデルフがアンカーというかいうような形になっておりました。で、前からプレスをかけて、さっきも言ったんですけど、制限をかけたりとか、するんですけど、それもするんですけど、毎回するわけではなくって、ラインをちょっと落として、めちゃめちゃ低いわけではないんですけど、しっかりと中盤あたりで、ブロックを組んで、しっかりとボールを奪った後に、タウンゼントだったりとかね、こういった選手リシャルリソンとか使ってカウンターを狙いに行くみたいな、そういった狙いもしっかりと見えていました。
で基本的にタウンゼントと攻撃時なんですけど、まあアランかなが、まあ、基本的にインサイドになるような形だったので、まあちょっと、形がちょっといびつだなというかね。あ、ベニテスは結構まあ、策を打ってきたというか、まあ、普段というかね、ニューカッスルとかね、昔のベニテスではあんまりしてこなかったことっていうのをしてきてたので、久しぶりにエバートの試合見たんですけど、あ、やっぱベニテスも、まあ今の現代フットボールのことを見てちょっと自分にの能力にこうプラスアルファしてきてるのかなっていうのは見えていました、はい。でまあ、さっきも言ったんですけど、このタウンゼントとアランがインサイドになっているときに基本的に相手のダブルブランチ、スキップとホイビアを見るような形になってました。なんで、まあ、ここを潰して、まあ、いわゆる外回りボールを外回りにすることで、いわゆるクロスだったりとか、そういうことを、まあ、させるというか、まあ、ボールを外回りにすることで、まあ、中を通させないようにして、まあ、決定的なチャンスっていうのを生み出しにくくしようという狙いっていうのは見えていました。なんですけど、まあ、普通にピョロって立て通されたりしてたんで、とは思ってたんですけど、まあ、そこはやっぱエバートとしての課題でもあるんじゃないかなとは思いました、はい。で後半はね 4-4-2 にしたりとか、まあ、臨機応変にシステムを変えたりしてたんですけども、やっぱりこう個人的に試合を見ていて思ったのは、やっぱアランは相当いい選手ですし、リシャルリソンもそうですけど、やっぱ個々にねしっかりと能力を持って個性のある選手たちがしっかりと揃ってるチームだなって改めてやっぱエバートを見て思いますし、ただやっぱこう癖のある選手もやっぱ若干多いのは間違いないので、特にタウンゼントとかね、こういった選手をどううまく使っていくのかっていうのが多分というか、まあ、ベニテスの課題にはなってくると思うんですけど、ただここ数試合ずっとこうあんまりいい内容が続いてなかった中で、解説のベン・メイブリーさんもおっしゃられてたんですけど、まあ、ちょっとこうね、もともとリバプールの監督をしていたっていうこともあって、まあ、冷たい目線が、される中からスタートして、ちょっと内容が悪くなるとすぐ批判されると、まあ、それはねどの世界でもまあ一緒やと、どの世界というかまあこの世界だったらね基本的には変わらないっていうか、まあ、普通のことだと思うんですけど、まあ、でも就任したからにはね、素晴らしいフットボールをやっぱしてもらわないとどのサポーターも困りますし、当然エバートのサポーターも困るんで、まあ、内容はね、よしあしといえば、まあ、若干良くはなってるけど、まあ、でもまだまだ、課題というかね、ベニテス自身にもあったりするんじゃないかなっていうのを、見えておりました、はい。でスパーズに関しましては、まあ、コンテがね、就任2試合目なので、まだまだ試合はね内容とかね、戦術とか、そういったものっていうのはやっぱこれからになってくると思うので、まだまだ連携の部分ね難しいと思うんですけど、その中でもねよくやってたと思います、基本的にね、ソン・フンミンとルーカス・モーラがシャドウになるような形というか、まあ、シャドウなので、まあ、ウィングバックが幅を取るような形で、まあ、連携を取ったりし、ウィングバックとシャドウだったりとか、まあ、この辺の連携を使いながらしっかりと崩していきたいんだと思うんですけど、まあ、この試合に関してはその連携というのはあまり特に見えてなかったです、はい。で守備陣は 5-4-1 かなのような形で、まあ、奪いに行くことは基本的にないかな。でケインが、ね、ポストプレーをするときに、まあ、ウィングバックへの配球、自分が降りて、サイドのスペースを、まあ、シャドウじゃなくてウィングバックがポジションを取ってるんで、まあ、彼らにボールを供給して、そこからカウンターと、しっかりとね、まあ、ケインはそういうのめちゃめちゃうまいですから、モーリーニョ時代もねやってたんで、全然できる能力がある選手なので、まあ、狙いとしてもね全然いいと思いますし、はい。ただその例えばなんですけど、まあ、ケインが例えば降りたってなった時に、そのケインが降りたポジションを誰がつくかって話なんですよ。ケインが降りてウィングバックに配球したら、そのケインが空けたスペースを誰かがランニングしないとダメなんですけど、まあ、ソン・フンミンだったりルーカス・マウラとかね、まあ、この辺りが突っ込むことも正直あまり多くはなかったので、もっとそこが増えていかないと多分この先厳しくなってくるし、まあ、増やしてくると思うんですけどね、コンテなら。で、まあ、そういう部分だったりとか、例えば、まあまあ、シャドウが降りてとか、まあ、ケインはその時降りる必要ないからね、まあ、シャドウのが2人がまあサポートに降りたりとかした時に、いわゆるその背後、相手のディフェンスラインの背後っていうのを、
ケインがつくんではなくて、まあ、ケインがつくこともいいんですけど、例えばウィングバックが狙いに行くとか、さすがにホイビアとかスキップが出ていくっていうのはね、リスクがでかすぎるんで、ウィングバックが出ていくとか、そういった狙いももうちょっと増えていけばもっと攻撃的には良くなるんじゃないかなっていうのが見えました、はい、といった形で一応、総括は以上になるんですけれども、まあ、各チーム、まあ、一応エバートンはまあちょっと紹介はしたんですけど、最後にちょっとスパーズの方だけ、交代策に関してなんですけれども、交代でねレギロンからドハーティにして、ルーカスモーラから ロチェルソにして、ソフミンからエンドンベレに変えたんですけど、ロチェルソは良かったと思うんですよ。交代してレギロンはなんで変えたっていうのがまあ本音で、僕、まあ、ドハーティはもともとねウルブスでウィングバックしてたんでいいとは思うんですけど、それならエメルソン変えた方が良くねって思ってて、僕はねレギロン良かったんで普通に、まあイエローカードもらってましたけど、11分かな、開始11分でもらってたんですけど、だからといってレギロンはいるだろうってやっぱ見てて思いました。彼の動きとかね、質の部分考えたらめちゃめちゃいいですから。伊達にねセビージャとレアルで試合出てきてないですから。でルーカスボーラーに変えてロシェルソっていうのはすごく、いいと思います。理にかなってるし、誰かがね中間ポジションでボールを受ける選手っていうのが必要だったと思うんで、まあ、彼がねルーカス・モーラーに変わったことで、その中間ポジションでボールを受けてくれる選手が増えて、まあ、パサー、いわゆるこう出し手が増えたことで、循環したと思うんで良かったと思います。でソン・フンミンに変えてエンドンベレに関してはなんでっていう、まあ、これもなんでになるんですけど、まあ、エンドンベレの特徴といえばやっぱ低い位置からボールを持ち運ぶ能力、あとフィジカルコンタクトの強さっていう部分だと思うんですけど、まあ、あの位置に置くと、まあ、彼のその個性っていうのがなかなか生きにくいし、でボールが配球される瞬間っていうのは結構こうなんていうかな、まあ、厳しい場面になってくるんで、まあ、中盤でもう厳しいんですけど、あの位置で使うのはちょっと間違ってるんじゃないかなとは正直本音で言うと思ってました。なんで例えばですけど、まあホイビアスキップ、まあ、ホイビアはどうしても残しときたいんで、もう本当にいい選手なんで、例えばスキップを変えて、352のような形にして、アンカーホイビアにして、インサイドに例えば、ロチェルソを右で、左にエンドンベレを置いてみたいな形にしたら、ストップソン・フンミンと、ハリケーンにしてね、こういうことした方がもっと良くなったんじゃないかなとは正直思いました。はい、ということで、今回のね、第11節プレミアリーグ、エバートン対トッテナムの総括プレビューは以上になるんですけれども、多分コンテがね新しく就任して、たくさんの方見られたと思います。なので皆さんがねこの試合を見て思った印象だったりっていうのをぜひお聞かせください。コメントよろしくお願いいたします。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。